コロンビア共和国、ラプーブリーカでコロンビア大コロンビアは、1819年から1831年まで、南アメリカ北部にあったコロンビア共和国を指す、グランコロンビアとも呼ばれる、旧ヌエバ、グラナダ副応領の領域だった、ベネズエラ、ヌエバグラナダ、南部地区からなり、その領域は、現在のベネズエラ、コロンビア、エクアドル、パナマの全域と、ガイアナ、ブラジル、 ペリューの一部に相当する。1821年に独立したイスパニョーラ島東部のスペイン人、ハイチ共和国から編入を求める声も上がったが、翌1822年のハイチの進行によりこの計画は流れた。正式名称はコロンビア共和国だが、1866年以降のコロンビア合衆国と区別するために、後世代を冠して呼ぶ。 現在のコロンビアにあたる地域は、当時は、ヌエバグラナダという植民地時代の名で呼ばれており、ヌエバグラナダだけを指して、コロンビアということはなかった。ククタ議会でのフランシスコ・デ・パウラ・サンタンデルと、シモン・ボリーバルをはじめとするコロンビア独立の志士たち。シモン・ボリーバルが、ヌエバグラナダとベネズエラの統一を提唱したのが、大コロンビアの起源である。その時までベネズエラとヌエバグラナダは、 ベッコに独立を宣言し、スペイン本国と戦っていた。ボリバルは、ここに戦っていては、スペイン軍に対抗できないと主張した。ボリバルは、この構想に従って戦い、1819年に、アンゴストゥーラ議会で、コロンビア共和国を建国し、仮の首都を置いた。1820年5月、ククタの議会が開催され、フランシスコ・デ・パウラ・サンタンデルや、シモン・ボリバルが、 憲法制定について話し合い、8月30日にグランコロンビア共和国憲法が成立した。1821年ヌエバグラナダが解放されると、首都をサンタフェデー・ボゴタに移した。当初、コロンビアはボゴタとカラカスの中間にある、どこかに首都を置く計画を持っていたが、実現しなかった。その後グアヤキルを解放し、コロンビアは1822年に、 人を解放して領土に組み入れた。さらに、ペルーに援軍を派遣し、ペルーとアルトペルーの解放で決定的な役割を果たした。ボリバルの理想は、南米に統一的な大国家を建設することだったが、武力による領土拡大を是とする思想は持っていなかった。ボリバルは、南北アメリカの独立国を調整して1826年にパナマ議会を開いた。ボリバルは、 対スペイン戦争と統合問題について合意を取り付けたいと考えていたが他の諸国はコロンビアの強大化を望まなかったためメキシコ、コロンビア、中央アメリカ連邦、ペルーの四国のみしか集まらず米州への最植民地化の動きへの共同防御、将来的な統一といった課題への合意は果たすことができなかった。それどころかコロンビア内部において分離の動きが加速した。 国内では中央集権を望むボリバルと文献化を求める副大統領フランシスコ・デ・パウラ・サンタンデルの対立が深まった。集権、文献の争いには人種、階級的な問題も関係していた。ボリバルが考える奴隷制廃止や平等主義は地方の有産者の反感を買っていたが、そうした思想に正面から反対することは難しかった。 文献化すれば権力が地方有力者に回収され、加藤支配を続けることができると考えられた。また、ベネズエラでは遠く離れたボゴタの風下に立つことを望まない人々が不満を抱いた。ボリバルは強権を発動して分離傾向を抑えようとしたが、1830年にホセ・アントニオ・パイスがベネズエラ分離に踏み切ると、事態の収拾は困難になった。アントニオ・ホセ・デスクレは、 分離を押しとどめようと交渉に赴いたが失敗し、同年中に暗殺された。自らの無力を悟った解放者は病気で引退し、やはり年内に死んだ。こうして、大コロンビアを維持しようとする有力指導者はいなくなり、ベネズエラとエクアドルは分離した。1831年にボリーバル派のラファエル、ウルダネータ政権が崩壊すると、残存部も、 コロンビアから分離独立してヌエバグラナダ共和国として再編成した。ありがとうございます。